皆さんこんにちは。今回は会員増強維持の秘訣を聞きに川口モーニングロータリークラブに伺います。川口モーニングさんの秘密基地が JR 日進駅の近くにあるということで、これから行ってみたいと思います。こちらが川口モーニングさんの秘密基地です。それでは入ってみましょう。これがですから。こんにちは、コーヒーを一つください。あ、かき氷じゃなくてコーヒーでいいですか。はい、アイスコーヒーでお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ店内でね。わかりました。はい、500円いただきます。今日は会員増強と維持についてお話を聞きに来たんですけど、川口モーニングさんは今年は会員数を倍増するという目標でプラス25名を増やすということなんですが、どのような施策を行っているか教えてもらえますか。はい、25人、会長が何か言っちゃったから大変なことになってます。で、25人増やすにはですね、普通のことやってたらいけないので、去年月1回増強イベントやってたんですけども、それを今4倍に増やしました。時に4回ぐらいイベントをやってですね、でそこに、その候補者の方、まあ、お友達を呼んで、それで、まあ、楽しく遊んじゃいましょうというところから入ることにしてます。実際にどのようなイベントを行っているのですか。普通にですね、ボーリング場行ったりですね、ゴルフ同好会にも協力してもらったり、あとはフットゴルフというのをうちのクラブで去年からやってるんですけど、そういう珍しいところに来ていただいて、一緒に運動しながら楽しみながら、まあ、過ごすという感じでやってます。 あと屋上のバーベキューですね。駅前に手ぶらで、行けるっていうバーベキュー場があって、これは意外に皆さん集まっていただいて喜ばれていますね。いろいろなイベントを開催しているクラブってたくさんあると思うんですけど、なかなか成果につながらないという話も聞くのですが、モーニングさんでは具体的にどのような流れで勧誘までつなげているんですか。まずイベントを来ていただく際にですね、まあ、お声掛けした時とか来ていただいてから、LINE グループでですね、 LINE グループに入ってもらって、でそれで連絡取り合うようにさせてもらってます。でそうすると、その次のイベントでもですね、お声かけしやすいし、またそのお友達のお友達とか、そういう方も誘いやすい感じになってます。イベントをやって終わりではなくて、しっかりとその先につなげる流れができているんですね。他にも会員増強の観点から、入会条件などいろいろな施策を行っているとのことですが、そこについていろいろとお話を伺ってもよいでしょうか。会員増強に関してはですね、他にもありましてですね、会員がですね、入会しやすい仕組みもですね、用意しております。例えばですね、これまでのですね、入会条件だけではなくですね、その条件だと難しいけど、ロータリアンとして奉仕活動をしたいという方向けに、入会しやすい会員制度を設けまして、ロータリーに参加してもらおうという取り組みも行っております。より多くの人たちにロータリーを知ってもらい、参加してもらえる仕組み作りをしているというのが、素晴らしいですね。増強に関しては今お話をいただきましたが、会員維持についてはどのような取り組みをしているんですか。はい、会員増強しても維持が行われなければ人数減ってしまいますので、実は川森ではこのような御朱印帳を作りました。こちらの御朱印帳ですけれども、ロータリーの目的の第1項である知り合いを広めることによって奉仕の機会とすることの実践というふうに位置付けて、メイクアップを推進していくために作られたものです。楽しいメイクアップじゃなければなかなか行くという気持ちにもならないので、このような御朱印帳を昨年の会員増強維持委員長が考案しました。このメイクアップ御朱印帳を持っていろいろなクラブにメイクアップすることによって、会員が他のクラブがどのように運営されているかということも知ることができて、クラブ活性化にもつながっています。ちゃんと御朱印帳と言われる通り、スタンプもこのように作りました。こちらの川森御朱印帳につきましては、ロータリーのども9月号にもこのように掲載されましたので、ご覧にいただいている方も多いかと思います。まだご覧になっていない方は一度ご覧になっていただいて、クラブ活性化にもつなげていただきたいなというふうに思います。これいいですね。
自分がメイクアップした際の記念にも残るし、見返した時にもどんな霊界だったか思い出せるし、とても良い施策ですね。ありがとうございます。まだまだお話を聞きたいところですが、そろそろ閉店の時間ということなので、今日はこの辺りで終わりたいと思います。川口モーニングの皆さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。